ではそこは私の交渉をもとにサバダ先生に編集してもらう方向で進めよう今回の文章においてはきっとあの失踪した歌舞伎者が論説の肝となるだろうはああの名高い旅人が見つかればいいのだが彼は見識が広いという話だ何か知っているかもしれないおこちらが旅人さんか おいその顔はなんだよオイラたちを疑ってるのかいやいやいやもちろんそういうことではない旅人さんのご存命は稲妻にいた頃から耳にしている初めて君とその謎の白い仲間を目にしたもので好奇心からつい観察してしまった職業病というやつだ すまん沢田先生と来たら全く <laughs> すまないな私たちはどちらも家に長くこもる性分ゆえ少々社会性に問題があるんだ旅人さんあなたはみんなをたくさん手伝いいろんなところへ行ったと聞いているそこで一つタタらスナの話をしてくれないだろうかけどオイラたちもあそこについてはよくわからないんだ お前たちが話しているのを聞いて興味があったから来たんだああ、やはりそうなのか前に恩師もこの課題を選んだのは難易度が高くて挑戦のしがいがあるからだと言っていた稲妻の現地の人でさえ タトラスナの昔の出来事はあまり知らないからとただもしよければの話だが皆さんに僕のタトラスナ事件に関する創作の方向性を見てもらいたいちょっと待った沢田先生最初からそれだと分かりづらいのではそれもそうだなじゃあまず若葉さんの論文の初稿を見てもらおううん紹介しようまず <laughs> タタラスナ地区でとある資料を見つけた人がいたんだがその中では三越長政という人が良い刀を打ち出したことに言及されていたしかし彼は最後にこの刀を火に投げ入れて溶かしてしまったらしいその上カツラギという手下を殺してしまったというんだ理由については誰にもわからないただこの長政とその手下 そして物語を記録した人物以外に資料の中にはとある歌舞伎者についての言及があった。稲妻においてこの単語は得意な格好あるいは行動する奇妙な人を指すようだ。そうだ。赤羽さんの恩師もそれなりに本土で調査をしていてどうやらこの歌舞伎者は立派なでしばらく生活した後姿を消したらしい。その後に。 先ほど言っていた変な事件が起きた人人の変人がいてそいつがいなくなった後に殺人事件が起こったどう考えてもおかしいぞだろう。僕もそう思ったのだだから当時タタラスナで起こった事件に関する細かいところを聞きまわったのさそしたらなんといきなりでかい声を出す 大事なとところだだからちょっと強調してみたんだそしたらなんと僕のとある友人が幕府の資料室で働いていて関連を探る手伝いをしてくれたのだ先ほど出てきた人々はみな400年前の稲妻で生活していたことがはっきりした当時のタタラスナはすでに稲妻における精錬工業の中心地だった そこの最高責任者は庭という官僚だったのだが面白いことに彼もまた最終的には行方不明となっていた失踪したやつがもう一人まさにその通りしかも庭という名字これがただものじゃない。 稲妻の精蓮鋳造の名門を知っているかえっと精蓮鋳造といえばそれって一神殿とかかおやよく知っているななら話は早いこの庭というのがあの一神殿最後の後継者である楓原家の宴席だったのだその楓原家も 後に事件があって落ちぶれたという詳細な経緯はよく知らないがこれだけ要因が重なっているとどうもいろいろと想像してしまうなカエデハらっけさわだせんせいなところを忘れているぞおっと僕の記憶としたことが ここ一番を忘れていた皆さんここからが本当に大事なところだ信じてもらえないかもしれないがこれは僕の生涯の中でも前代未聞のもったいぶらないで早く赤羽さんの恩師の資料によればくだんの歌舞伎ものは人間ではなく人形だったというんだ お,やお二人の表情から察するに関係ある話を聞いたことがえっえっとなあいやいやただ人形なんてものが物語に出てくるのが変だなあと思ってお前の言い方のせいで階段みたいになっちゃったじゃないかそう僕もそう思ったしかし稲妻には 確かに人間でない種族がいることを考えると人形が出てくる事件があってもおかしくはない。だからこの作品を書いたんだ。というわけで一つお目同しを。 だぜひ私の論文の書紋も澤田先生は私の論文を彼の創作の方向性に合わせてほしいと思っているようだだが私は論文とはもっと現実に即したものであるべきだと思っている細かいところを すべて不思議な力で片づけてしまうべきではないうーん澤田先生のお話の中ではっきりと言えない部分をすべて政治的要素に結びつけるのはどうだろう例えばこの事件の本質はいくつかの勢力の縄張り争いだったとか論文ってそんな適当にでっち上げていいものなのかおいら てっきりお前が書いてる方が小説なのかと思ったぜ赤羽さん君の恩師があれだけ時間をかけて積み重ねた調査と僕の人脈をもってしてもたったこれだけの資料しかなかったんだもうこれ以上は深入りできないしかも本当に君の言うとおりこの件が極めて重大でよその勢力闘争にまで関係しているのなら なおさら真相を知るつてなんてないだろうはあ、それもそうだなもう少し考えてみるよ少し時間をくれ新しい切り口を考え直すまだ用事があるから先に行くぞ論文、頑張ってくれよあ,あ、ありがとう もしこの件に関する情報があればぜひ私に教えてくれ頼んだぞ <noise> おいさっき言ってた件だけど算表と関係があるんだろ <noise> んじゃあもし何かわかったとしても。 参考として教えてあげられることなんてだってョウのやつはオイラたちに倒されて囚人になったんだぞ普通こういうやつの情報ってぜんぶ極秘情報ってやつになるだろうオイラに言わせれば赤羽は課題を変えた方がいいと思うぞ課題なんてものは世界中の大樹くらいいっぱいあるんだ別に。 おいさっきの人影を見たかいきなり通り過ぎてたあれあっちに行ったけどあれは代表？いやそんなはずないぞだってあいつは なんて言ってないよ。のくせよ三浦さん。 旅人にパイも来たのねナヒーラさっき外で残票が堂々と歩いてたのを見たぞあいつは閉じ込められてってうわーいる <laughs> やはり来たんだねおいなんでお前がスラサタンな戦車にいるんだ閉じ込められてたんじゃないのかよあなた達たが気にするのもよくわかるわ このわけは、私から説明させて、残票の釈放は私の意志によるもの。私た,たちの間にとある取引があって、彼は私に代わって世界中内での調査をしてくれているの。取引？どうしてあんなやつを信じるんだよ！<laughs> <laughs> スメールがどううしして僕を生かしたと思う考えもしなかったかいそれとも僕に死んでいてほしかったならなぜあのときとどめをささなかったおぬぼれすぎだぞななひーだがおまえにはまだ謎があるってじゃあその謎がなくなったらさっぱり手を下せるとおおそれは成長したね。 ついに優柔不断を捨て去ることができたんだあらもう喧嘩を始めてしまったの困ったわね少し冷静になってもらえるおいらたちは心配してるんだぞナヒラこいつに騙されちゃダメだ <laughs> 君みたいなやつはなかなかいないよあろうことか 知恵の神の知恵を疑うなんてね実に面白いおい仲違いさせようとしても無駄だぞ合理的な条件の取引であれば相手が残票であっても私は問題ないと思うわもちろん君はあの博士とさえ取引したほどだその誠意は信じるよええ彼の手から 価値のある情報を交換できたこの点についてはいずれもっと知ることになるでしょうこの前の一戦で残票の力はほぼ消耗した今の彼は私たちにとって戦略的な脅威となることはないわむしろ微妙な状況に身を置いているのそれに彼は ファデュイ執行官第6位だったこともあって多くの秘密を知っているはずよそんな彼がスメールに閉じ込められている状況だからファデュイの態度は気になるけれどちょっと待てよだったってことはもう執行官じゃないのかできれば私もそう言いたくはないのだけれどでも 博士は敗者を連れて帰るつもりはないみたいつまり世間の大半は利用するものとされるもの,の関係にあるこれこそが一番安定した人間の関係なんだファデュイと僕あとは彼ら同士の間さえそうであるようにね価値さえあれば 誰も捨てられないだけどこの件が終わって僕が一部からの信用を失ったことは認めざるを得ないようだ <laughs> ファデュイ内部は僕の用途を再評価しようとするだろう僕も自分のためにタイロを残しておかないとねこの間話し合ったように私は 命を傷つけることが嫌いあなたも守ってくれる場所が必要なら他の勢力に身を寄せるのはどう見ての通り目の前の2人はもう反対を表明している違うかいそして君はこいつらの友人だから自然とそちら側に立つ当たり前だろナヒラ こいいつのデタラメを聞いちゃダメだではこのことはまた後で話し合うことにしましょう。まだ時間はあるわ。とにかく今日のことは試みの一つだと思って協力してこれを今後の判断に生かしましょう。分かった。僕は約束通りに動くとするよ。行ってきて、連絡は取り続けられるように。なーだ 今回決めたこと本気なのかええというよりこの決定を下したのはあなたにも関係があるからなのそう私は以前世界中にはあなたの血縁者の記録があるって言ったわねまそうだぞ今日お前を探しに来たのもそのことを聞こうと思ったからなんだ もっと情報はないかええ、あの時ファデュイの方ではあなたの血縁者の情報を降臨者の範疇に含めなかったと言っていたことは覚えているはずよこれが重要なのもしかしたらファデュイは私すら知らない情報を把握しているのかもしれないファデュイの一員だった残票ならこういった情報の把握は 私より正確かもしれないわもう少しで新たな神になれた彼は剣能を与えられ世界樹とつながることができるようになった神の心を失った今でさえ彼の体内にはまだ少しつながる能力が残っているの世界樹内部の情報量はあまりにも膨大で私でさえ全てを事細かに網羅するのは時間がかかる だからこの方面に詳しい残票に私の代わりとなって世界中で降臨者に関する全ての内容を探すように言ったのそうだぞとにかくとにかくおいらはあんなやつ信じないぞあいつには散々んん邪魔されてきたからな分かっているわただ 時には立場が全ての前提となる未来のことは彼がどんな情報を持ち帰るのかによって決まるそれに旅人私はずっとあなたが願っていることを知っていた私たちは何度も意識をつないだからあなたの心のどこかに強い思いが隠れていることをねあの感覚は 闇夜の中でただ一つの灯し火を探しているようだったョウに用心することは私がスメールの神としてすべきことでもあるでも私はあなたを友達だと思っているからずっとあなたのために何をできるのかを考えていたあなたが昼夜問わずに思い続けているその答えを手に入れられるのであればョウとの取引も 喜んでやるわそう遠慮しないであなたはスメールの英雄だものこれはそれにふさわしい報酬よでもやっぱり安心はできないぞ何かおいらたちにできることはないかあなたたちに連絡しようと思ってたのでもその前にあなたたちが私のところまで来た彼は 一種のテレパシーと言えるわね実際あなたに依頼するつもりだったわ私の代わりに残票を監視するように力がほぼ失われたとしても残標は執行官あなたが彼と一緒に行動してくれると私も安心できるわもちろんあなたたちが世界中を進むためのガイドができるよう外からではあるけどナビゲーションの形で あなた,たちのそばにいるからうんではお願いね準備をしてもうすぐ世界樹へ送るわおお。世界樹のある環境は前とだいぶ変わったな色が穏やかになったのは今のスメールが なんだ君たちもっとのんびりしてくるのかと思ったよ僕が一足先に世界中に入ったのが心配でお友達との世間話さえおしんだんだねこいつ囚人のくせに何だってそんな偉そうな口の聞き方なんだ囚人が監視につきまとわれること自体は至って普通だだけど 今は僕の極外運動の時間だってこときちんと認識してもらわないと困るなうまく合流できたようね注意しておきたいことが一つあるわじきにあなたたちは世界樹の内部に入ることになるけれどそこはその特殊さゆえにずっとスメールで最も重要な存在とみなされてきたの通常エリアと違って世界樹の内部には 情報やデータで構成された本流しか存在しないの世界樹内部での行動は常に最大限に警戒する必要があり必要のない行動は現に慎むべきよあなたたちの間に積もりに積もった恨みがあることは百も承知だけど世界樹に入ってからはうちもめは絶対に禁止よ分かったよ これから大事なことをするのに免じてしばらくはあいつと平和に共存してやる気まずいのはなしにしようあとで一緒に行動するんだからね暗くさなりでトの約束通り僕が先陣を切る経路探索危険の排除などは僕に任せて君たちはおとなしくお目目を大きくして待っていてくれればいいよフン <laughs> オイラたちより冒険の心得があるように聞こえるぜずいぶんな自信じゃないか他の用事がないならさっさと出発するべきだそれともまだ心の準備ができてないもうちょっと時間が必要かななあもうこいつの口の聞き方嫌だぞしつこいフッ <laughs> めていいよ 世界中のアクセスを許可。アクセスプロセス起動。これって小さな苗木か？<noise> もうこいつ？おいラたちもすぐ追いかけようぜ。<noise> <noise> 内部かか変わったところだなそれになんか怪我すことが許されないって感じがするぞ世界中はテイワット大陸全体と密接に関係していてその内部に流れるすべての情報に意味がある驚いてばかりで時間を無駄にしないでよね。 出発するよなんでかわからないけどあいつの言うことに素直に従いたくないんだよな <laughs> 暗くさなりでビこれから世界樹の中心に向かう中心の場所はまだ感知できるわよねなあ情報の検索だけどあそこでやるのはどうだい許可するわ行ってきてちょうだい行こう しっかりついてくるんだね勝手に走るなよお,おいそのここで勝手に走って道に迷ったらどうなるんだ <laughs> な何笑ってるんだよ想像していただけさ君が迷子になったとき果たして旅人がどんな表情をするのかをねここで何も起こらないと保証できる人なんて誰もいないんだ 安全のため僕にしっかりついてくるほうがいいあの苗木みたいなのがバラバラになったんだな世界中内部の情報だ勝手に触るな。 の方向を見てもあまり変わらないなどう <laughs> りで迷子になりやすいわけだ <laughs> こいつ本当のこと言ってたんだなフフフフフまたオイラのことを笑ってたんだ ダマすというのは時間と場所をわきまえるものだ。今はそのどちらも着いたよ。でっかい木だなクラクサなりデビあの場所に着いたはずね。準備はどういつ始めてもいいよ。じゃあ。 準備してちょうだい意識の本流へのアクセス準備開始アンカーを設置スカラマッシュのやつまさか本当にナヒーダのために働いているなんてあんなやつでも死ぬのは怖いんだな たのことは頼んだわ。新しい発見があれば、ぜひわたくしたちに教えてちょうだい。ああうう。おいらたちは、逆にやることのない気まじんになっちゃったぞ。旅人ダイモン少しお話ししない そうよタイモンも誘ったわえい…えっと頭の中で直接会話ができるのか <laughs> そういうふうに理解してもらっても構わないわそれに私たちはもうお互いを知ってる友達でしょたまにはこういうふうにおしゃべりするのも。 悪くないわよねおう新鮮だな悪くないぞそうださっきから聞きたかったんだけどスカラマッシュってなんか矛盾してると思わないか話す時はいつも挑発的なのに仕事をしてる時は妙に真面目なんだよな言ったはずよ 彼にはまだ謎が残っているとそういう事情は私の視点だからはっきりと見えているけれど彼自身は全く理解していないみたいもしかすると彼は今日答えを見つけるかもしれないわねさすがの思考ね緻密で賢いわ。 彼の心のあの部分に触れたなんてね確かに裏切りこそが今の彼を作り上げたと言っても過言ではないわおいらてっきりああいうやつは怖いものなんて何もないのかと思ってたぜ結局大したことないじゃないか人は皆大なり小なり自分だけの過去を持つのよパイモン 残表がたとえ雷神によって作られた人形だとしてもね人形といえば今日教令員の前で論文について議論している奴らを見たぞあいつらのお題はなんとタタラスナの事件だってナヒーダそのことは知ってるかタタラスナで起きたあの謎の事件やそれに歌舞伎者のことなら知ってるわよ本当か あいつらから聞いた話だとタタラスナの歴史にはいろんな疑わしいところがあって今ある情報は全て想像から補足したものらしいぜあら面白いわねその2人想像力だけでこんなに有力な情報を推理できたなんてまさかあいつら結構当たってたのか 少なくともタタラスナがかつて何かによって被害を受けたという点においては当たっているわ魂が3つも集まって世間話バナスやかだねいつだって僕が参加できない話題ほど魅力的じゃないものはないくえ <laughs> お,お前何で急にしゃべったんだよわざわざ僕を避けてお話ししてるんだ きっと僕について議論してるに違いないと思ってねそれもそうだ囚人が歓迎されないのは至って普通なことだよねそそれでお前は何か見つけたのかよまだ探ってるでも過大な期待はしない方がいい君と君の血縁者は世界の外から来たんだ 世界中に全く記録されていなかったとしても不思議じゃないあっ待てよお前ずっとそのことを知ってたのかそれともナヒエダが教えてやったのか僕たちは何度もあったじゃないか君は有名人なんだし君に関連のあることを知っていてもおかしくないと思うけど 今の君と僕の間に必要なのは平和さ自ら求めて不快な目に遭う趣味もないから平常心で会話することくらいはできるよん待てこの光苗木のように見えるけど一体何なんだろう 無名のデータおい約束を忘れるなよなおいらたちにも教えろよしつこいなおとなしく待っていなよ庭様、本当に危険を犯してまで行くつもりですかタタラスナの核心用路にも関わっています。警察な行動はおそらく。路心に入る上で。 拙者より良い人選はおらぬそうですかあなた様がそう決めたのであれば <laughs> これはうわたたら砂にたどり着いてから もうだいぶ経ちますがあなた様といいにこ長ながまといいここにいる皆様の親切寛大さには言葉もありませんあなた様のいるたたらスナは暖かい集落のようで巨大な村のようです人々は充実した有意義な生活を送り熱意を抱きながら暮らしています私の知る限り将軍様は長年にわたり 稲妻の大地に猛威を振るう邪悪な妖魔を退治してきましたタタラスナという場所も当初は消化骨髄を消費するために設立されたと存じております消化骨髄を消費するために鍛造業が盛んになり代々続く刀の職人が生まれました世に名を馳せた者もいれば黙々と一生を過ごした者もいました伝承は このようにして継がれてきたのです。技術、血筋、夢。この工業に魅せられた全ての職人たちは刀と鋼の中で自我を求め続けてきました。あなた様が私や赤目さんの提案を受け入れたのもそのためなのでしょう。エッシャー殿、赤目殿が言っていたでござる。お主が稲妻を訪ねてきて。 偶然に彼と友情を築き共に技術を研究しておらねばこうも早く鍛造技法を改善する術を思いつくことはなかったであろうとお主は共に研究した技術を赤目殿に譲りその後彼は技術を拙者に売ってくれた今やタタラスナの炉心で回る鉱石の全ては 新技術によって精錬されたものでござるそれだけでなくお主もタタラスナの顧問の一人としてここに滞在し我らに付き合ってくれたお主の到来は我らの生産や炭造の様式を変えてくれたのでござるかぶんなお言葉恐れ入りますもともと稲妻の炭造業を鑑賞できることは 実に喜ばしいと思っておりましたがあなた様方と共に慣れたのも私にとって光栄なことですしかしエッシャー殿本当にそれだけであろうかと言いますと今日まで物事の全てをつなげて考えたことはなかったそれはこのように邪水することも そうせざるを得ないほど事態が悪化していると信ずることもいずれもしたくはなかったからでござる新技術の実用化を受け入れたことで我らは何を得た怪しい黒煙滞留する問題職人の体力の損耗や死傷の比率は上がりそれらが発生する感覚は日ごとに縮まってきておる知っての通り 最近までロシン内では怪しい汚れのせいで死人が出ていた情報を抑えて外部の人間には真実を公表していなかったがそのあたりは拙者よりも詳しいはずであろうエッシャ外へ助けを求めに行った者は誰一人として帰らなんだ己や拙者の友である歌舞伎者も あの金色の羽を持って、鳴るか島の将軍様へ越見しに行った。これは、我らの最後の希望と言っても良いであろう。かような状況になっても、エッシャ己は何も恐れていないのであろうな。てなければ、どうしてその顔にまだ微笑みが張り付いているのか、説明がつかぬ。これはただ。 驚いているだけです。あなた様からこのような本心からの言葉を聞けるとは思っていませんでしたから、この推測はあなた様の心の中に長くあったものなのでしょうね。みこしながまささまもおそらくはこの一連の事件の裏にある共通点に気づいたのであろう。つまり。 己のことだ、エッシャただ、御子様は強直なお方ゆえ、おこないも拙者より用心深い。噂によりますと、御子様は将軍に切り伏せられた養女トラチオの養子であり、家族の汚名を晴らすために検討してきたと聞いています。おこないが用心深いのも当然のことです。そこまで内情を知る者が。 エンドハルバルフォンテーヌから来た一階の機械職人というのは少々役不足ではなかろうかた庭様がおっしゃっているのは私に久保の職でも見繕っていただけるということですかなしかし残念ながら私は技術に好みを捧げるつもりでしてもう良いであろうエッシャー拙者がここに立っているのは露心内部で邪悪な力が猛威を振るっているため それを解決するためには、己のよこした邪水を吸収できる装置を持ち、危険区域に入る人間が一人必要なのだ。拙者はここの責任者ゆえ、その責を負い勇気を持って死へと赴こう。だが、エッシャ己は何を待っているのだその目を見れば、私を深く疑っていることは明白ですね。 今更その芝居を続ける必要もなかろう己が誰であれ、タタらスナを破壊する計画はうまくいったようであるからな。ただ、知りたいのだ。ことここに及んで、一体何を待っているここにまだ、己の好奇心に対する答えがあるというのか庭様、私はこの時を待っていたのですよ。 このようにあなた様の話を聞き終えてから決して露心へ入れぬよう阻止する時をね。<laughs> の己は <laughs> 私の予想より少しは賢かったようですね。少なくともここに着いた当初はうまく偽装できていたと思ったんですがね。 まさか当時からすでに私の情報を探り始めていたとは思いませんでしたイナズマとフォンテーヌは遠いですからねあなた様の配下がエッシャーという名前は偽名でありフォンテーヌから来てなどいないと確認するまでかなり時間がかかったはずですがそれでもそれでもなおあなた様は私の正体も このタタラスナの何がまだ私を引きつけているのかも想像だにできなかったお前の時にこの私が仕掛けた罠が見破れるとまさか本気で思っていたのか拙者を殺めてしまえば羅針に入る人間がいなくなるぞこの血を滅ぼすつもりか いやいや、まだもう一人いるはずだ。人間だとは思われていないかもしれないが、彼にそうだと告げたのは他でもないお前だったな。お主は人形などではない人間なのだ。違いといえば心が一つ少ないだけではないか。と。おのれの背後に。 まだ他の勢力がいることは遅かれ早かれ露呈することになるしかしどうしてもわからぬこれらのことにあたって何を意図している本来であればより徹底的にやれたはず違うかそれは無論 鑑賞と実験のために決まっている何せ私は尋常でないほど辛抱強いからなもちろんもし気になるなら本当の名を教えてやることもやぶさかではない私のことはファトゥス博士と呼ぶがいいファッデュフィだと何をするつもりだ お前たちの国に少しだけ本当に些細なトラブルを起こしに来ただけだ。故に u a は技術を改善し、消化骨髄に含まれるジャスイの力を最大限に発揮できるようにさせた。<laughs> お前のように身分のある人間も死に際にはそんな凶暴な顔を見せるんだな。 私が作った装置は本物だ。外の人間に悟られず、この災難を解決するには、あれが必ず必要となる。ただ、あの装置がお前のために用意されたものではなかったというだけだ。憎しみを持つほど、人間はより簡単に邪水に取りつかれる。だから、思い切って怒ってくれていいぞ。 この心臓が人形に入った時、どんな効果をもたらすのか見てみたいからな。どうせお前がいなくなれば、遅かれ早かれあの純潔な人形を利用したがるやからが現れる。人間と、そうではないものが友達になる理由なんて、他にないからな。<laughs> <laughs> 拙者の心臓を彼に渡すのであれば彼に伝えてくれ長政様も拙者も皆彼のことを仲間だと思っていると彼が自らを証明するために何かをする必要はない。 人と人の間は理解だけではないのだそうなるのは博士とやら己のようなやつだけだなんと美しい理想かこの私でさえ少々の罪悪感を覚えざるを得ないそうだなお前を尊重して 私自身の定義を変えてやろう。お前さえよければ、私のことを化け物、あるいは君とでも見るがいい。お前が死んだとしても、それは愚かさのゆえに殺されたのではなく、超越できないものに負けただけなのだ。庭様よ。楽しみに待とうじゃないか。 果たしてお前の友達の人形は人間になれるかないや、もちろん不可能だ。んにはおっと、もう事切れたか。実に残念だ。さて。同桂よ。これでお前から預かった任務は完了だ。 ギャップを作り稲妻の動きにはめ込む <laughs> 実に面白かったでは一人の人形を紹介しようもし彼に使い道があれば私たちの同志になってもらうそうでなければ尻になってもらうまでだ 駄菓に触れ断片を全て取り除いたかを確認したとき彼の心の中からこの記憶を読み取ったのあなたにとってこれは真相といえるものでしょこんなものは全く無意味だそうかしらけれど記憶の中の庭はあなたを裏切らなかったわあの時きたたらすで あなたが装置を炉心に持ち込むよう仕向けたのは彼ではなかったその意味は私よりもあなたの方がよく分かっているはずでしょ <laughs> おおいらたち場所を変えようぜあいつ なんだかすっごく怒ってるみたいだし近かれに感情を消化する時間を与えてあげたほうがいいわオイらタタラスナのことはまだはっきりしてないけどあれが博士の仕業だったってことはわかるぞどうしてあいつはそんなにムキになってるんだ今までそんな風にパイモンを騙した人はいなかったから理解できないのも無理はないわ。 おそらく遅かれ早かれ彼はこの情報を知らなければならなかったわこれ以前のことはあなたたちも知ってるはずよ歌舞伎者はカツラに拾われタタラスナの人々と共に暮らしたその後博士がフォンテーヌの職人に変装し一連の騒動を引き起こしたの全ては 博士が意図的に仕組んだ恐ろしい実験それは未来の稲妻に発芽させる災いの種を埋めるためだけに行われたそして残標も博士の実験に巻き込まれ実験対象として大いに注目を浴びることになったのよその記憶の後真相はこうなるの博士は庭の心臓を装置に組み込み それを残標に渡して露心の中心部に入らせ妖蓮による汚れを全て吸収させたの予想をはるかに超える負荷だったけど残標は生き延びた彼は疲弊して露心から離れる時職人に問いただしたこの装置が自分を守ってくれたようだ中身は何だとそして職人は答えた 庭様は罪を恐れて出奔されましたがあなたへ贈り物を残されました罪なき従者から奪ったあなたにとって念願のものであるとのことでしたとそう言って職人は枯れた心臓を装置から取り出した残氷は想像もしなかった自分が渇望していたものがこのような残酷な形で 目の前に現れることを他人を殺して奪った心臓は確かに不吉なものだけれどそれが汚れから身を守ってくれたなどということを彼は自分が庭に完全に裏切られただけでなくその裏切りによって生き延びてしまったと思い込んでいる怒りと悲しみが込み上げた残票は心臓を強く地面に叩きつけて 断固としてタタラスナを去ったのそうだったのかつまり博士は罪のない人を殺しただけじゃなくそれを死んだ人のせいにしたってことだよなんなんてひどいんだ そうねそれを理解してこそ彼は初めて進むべき未来への道を選べるわドッドレよくもこんなこと庭は花から罪を恐れて逃げたわけじゃなかったお前が彼を殺したんだ に様子を聞きに行こうぜおい大丈夫か <laughs> おお,おいぶっそな顔してるな僕を心配してくれているのか僕たちの間にあんなことがなければ危うく僕も君たちのお友達になれるかもしれないと。 思ってしまうところだもちろん約束は守るよ <laughs> おいまさかお前オイラたちの知りたいことを調べてくれたのか僕たちはそのためにここにいる違うかいただ残念ながら世界中に降臨者についての記録がないことは確かだ。 あなたがそういうのならどうやら本当に世界中は降臨者を記録しないようね世界の外から訪れし者がテイワットに属することはないんだわ要するに収穫なしかそう焦らないでよなんだいその落ち込んだ顔は。 個人的に少し情報をあげるよえお前何か知ってるのか君の妹が世界中に記録されていたのはカーン・ルイアと関わりがあったからかもしれない噂によると彼女が初めてこの世界に降臨した場所こそまさにカーン・ルイアだったというそして 彼女がこの世に降臨した原因は天空が召喚に応じたからだと天空が召喚に応じたこれは同家の口から聞いた言葉だ間違いはない彼はかつてカーンルイアの宮廷魔術師を務めていて君の妹と一緒に過ごしていたことがある 詳しいことは僕もわからない信じるかどうかは君の自由だ僕が言いたいのはこんなことで君を騙したりはないってことさクラくさなりでび君も聞こえただろええ驚くべき情報ね世界中からの情報じゃないけど僕の収穫と言えるかな価値はあるかい とても価値があるわそうかなら次はプライベートな時間だえお前何をやったんだ暗くさなりデビの言うとおり僕の力は残りわずかだ残存する神の力を尽くしてもこの障壁を維持できるのはほんの少しの間だけだろう君に教えた秘密は 感謝を受けるに値するはずだ見返りとして今僕の質問に答えてほしい僕の手を取って <laughs> こうやって会話するのかな聞こえるかい いやそれはもう無理だ君と少し言葉を交わす程度が限界だろう教えてくれこの世界で歴史が変わったことはあるかいこれでいいな何があったんだお前ら 一瞬手を掴んでたのが見えたけどいやただ助けてくれたお礼をしただけさじゃあね君たちも早くここから離れた方がいい。 相変わらず勘がいいねだけど僕たちはもう会うことはないだろう残票それに歌舞伎者この2つの名前は存在なき者となるたたら砂で死んでいった僕と関わりのあった者たちは別の人生を歩むべきだおいスカラマッシュお前 何かかななこととをししようとしてないかそういえば僕は虫が嫌いだ小さくて数が多く群れを成して生きるそういうものを取り除くと気分が良くなるんだそして今虫は誤ったところに足を踏み入れた幸いそれらは全て正すことができる僕は。 清く正しい答えを出してみせるよ。 私の声が聞こえるあっヒーダ旅人にパイモンそしてザンヒョウは先ほど何が起こったの私は急に何らかの力にさえぎられてしまってスカラマッシュの仕業だあいつがお前を締め出したんだ想定外だわ 彼にはほとんど力が残っていないというのにまだそんなことができたなんてねもしかして敗れた時に力の一部をこっそり隠していたのそれとも彼は全力を尽くして本来到達できない境地まで登ったのかしらあいつどこへ行ったんだろう,うごめんなヒーだオイラたちが見張ってたのに。 大丈夫よあなたたちが悪いわけじゃないわこの先どうなるのか私も完全に把握できているわけじゃないけど私に任せてそろそろ時間よ私の導きに従って一刻も早く世界樹の内部から離れましょう <noise> 事態は急を要するけどまずはここで休んでいてちょうだい宿泊の手配はもうしてあるから誰にも邪魔されないはずよごめんなさい今はまだあなたに来てもらう必要はないの私がやるわナヒーダそんなに深刻な状況なのかよお前は大丈夫なんだよなあまり心配しないで。 私の判断が正しければ多少の波があれど大きな災いにはならない無事の知らせが届くまで気力と体力を回復していてちょうだいあこが消えたなんかとんでもないことになったみたいだぞスカラマッシュの言ったことどういう意味だったんだそれにさっき なんであいつはお前の手を掴んだんだよ歴史を変えたいでもそんなことできるわけないだろうそうだろう どうやったら歴史が変わるんだよすでに本当に起こったことなのに例えばオイラがこの宿にある水を全部飲んだとしてそれを証明できる人が誰もいなくたってオイラは自分が水を飲んだっていうことを忘れないぞうんでもなんだか心配だなんか。 スカラマッシュがすごく恐ろしいことをしようとしてる気がするぞうんわけがわからないえぇ、ー、ドご、ごめんうっかりしてたぜうんスカラマッシュが変なこと言うからだでも 自分を消すなんてことはどう考えてもありえないよなもしかして世界中の中だったら <laughs> う,うーんダメだ,めだ頭がパンクしそうだぞあいつが何を考えてるのか全くわからないなあ、もう嫌なやつだな いつもオイラたちに迷惑ばっかかけてでもまさかそんなことを成功したりしないよなそしたらあいつと関わりのあった人とかにも影響が出ちゃうのかオイラたち 本当に何もできないのかななあ、これからどん寝るしかないのかなでも、おいら怖くて眠れないぞいいそ、おいしいものの名前をあげて気をそらそうぜこれでも効果がなかったらおいらここでおび からな一つ目はそれとジョジョジー杏仁豆腐あとあと船長賞エビのポテト包み揚げ EU エサンスハスのみ入りうん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 んん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  んアリーオイラ今何してたんだっけオイラなんか言ってたようなでも急に内容を忘れちゃったんだん何だったえスカラマッシュそれも料理の名前か さっきから目を見開いて、おいらなんかへその残票って誰かの名前なのか。<noise> お、お、いいぜ、どこに行くんだお。お、いいけど、その表情、何か急な用事で はのまかじやに着いたぜおお久しぶりじゃなもちろんだ話してみろほうそんなことが聞きたいとはなかつて稲妻に名を馳せたライデン電,五家電 それはこの5つじゃった。この5つの炭造技術はもともと将軍様から直々に賜ったものじゃ。それは多くの優秀な職人たちによってより優れたものへと磨き上げられた。しかしその後、これら刀鍛冶の家系は次第に没落していった。現在も受け継がれているのは 我々、雨の間、ただ一つのみじゃ。じゃが、幸いにも近頃、楓原和葉が稲妻に戻り、一神殿の技術を受け継いだ。これにより、五家殿もまだ二つは残っているということになる。わしの記憶が正しければ、彼が刀を撃ったとき、お前もその場におったはずじゃが、 あのとはライデン・ゴカデンが没落したことを聞いてすごく悲しかった記憶があるぞ、はあ、それがまた悲しい話なんだ本来はわしなんぞが知るよしもないことじゃがそれぞれの家系が衰退する話を長年聞いてきて 理由さえ知らぬのはどうかと思って彼は同じ雷電五花伝の末裔としてわしには知る権利があると言ったまあお前に伝えても構わんじゃろただ聞いて嬉しくなるような話でもないがな雷電五花伝はサル東高の末裔に報復されたんじゃ報復 伝説によると400年以上も前タタラスナの炉心で事故が起こったらしい現場にいたとある刀工が他の者のを助けるため危険を顧みず炉心の中へ飛び込んでいったとタタラスナの丹造精錬技術は優秀なものじゃった当時タタラスナを管理していた造兵士の神は 庭という名字のもので、楓原と隕石の関係にあった。造兵師の神の庭様も、その刀工と一緒に炉の中へと飛び込んだそうな。後に炉心は安定したようじゃが、その時には、二人はもう、刀工の一族は没落し、その者の,の息子は、 誰も面倒を見てくれぬ孤児となって、毎日を憎しみの中で生きるようになった。彼はこのことを稲妻全体のせいにした。父の死について無関心な将軍様を恨み、父を救ってくれなかった全てのものを憎んだんじゃ。じゃが、無力な彼は、 その恨みを子孫に継がせることしかできなかった。こうして、その一族は代々恨みを背負い、苦しみの中を生きた。物語はここで終わらない。100年前、一族の当時の当主は、現状にひどく不満を感じておった。じゃが、それを好転させる力もなかった。やがて、 彼は怒りを晴らすために極めて過激な決断をした。雷殿五家殿に復讐し、稲妻の炭造事業の根幹を揺るがそうとしたのだ。その者は百目一族の出でありながら、自らの一族の職人まであやめてしまった。百年ほど前、 すべての攻撃を主導したのが彼じゃった。じゃが、楓原家と神里家の末裔や東郷と対峙したおり、そばに居合わせた者がおったことで、彼は猛烈な反撃に遭い、その場で死したとされておる。そのおかげで、楓原が代表する一心流も壊滅を免れた。 不幸中の幸いと言えるじゃろう。まだ他に聞いておきたいことはあるか声でほら、コズか。ちょうど昨日、ここに来ておったぞ。世間話などして、超飲んだ。 様子を見るに元気そうじゃったな気にするなその表情だとまた他の場所に行くんだよなイヒヒオイラって結構顔色を見るのがうんじゃあ次の場所に出発だオイラはどこまで 着いたぞ、シャブ行夫だ。それで、旅人、久しぶりだな。もし武行様とお嬢様を探してるのなら。 あいにく今は府中にいないんだ公務に行ってるのかああ奉行様は公務に行っているお嬢様の方は奉行様の名代で会議に出席しているんだ休養があるならここで少し休んで待つといいどうするんだ中に入るか 他の人だったら当然ダメだが君は奉行様やお嬢様とも親しい中にあるからな問題はないありがとなじゃあ中に入るぜおやそのように私を見てどうしたんです何か聞きたいことでも <laughs> いいですよお嬢様から聞いたことがあるので あなたがあの旅人さんであることは知っていますよ何を聞きたいのですかあなたのおかげでお二人とも元気ですよお嬢様は近頃様々な会議に出席しています時には奉行様を手伝って民間の組合にも顔を出していらっしゃるんですよ奉行様の方はというとあなたもご存知の通り 相変わらずとても忙しくなさっておりますただ最近はご気分が良さそうでしたね聞いた感じ普段と変わらないってことかええどうだ 他に聞きたいことはあるかどういたしましてあなたがとても忙しいと伺っていなければ奉行府によく来るよお誘いしていたところですよ実のところお嬢様からよくあなたのことを伺うんですよあなたのようなお友達ができたことをとても嬉しく思っていらっしゃるようですそれにあなたがあらゆる面で素晴らしく 尊敬できる方であるともおっしゃっていました私もあなたが稲妻に来られてから様々なことが良い方向へと向かっているような気がしますもしかしたら貴人や縁あるお方というのはあなたのような方のことなのかもしれませんねどれも心の底から思っていることですよ普段奉行様がお食事をなさるときは いつもトーマ様がお側に付き添っていらっしゃるんですその横でお二方のたわいのない話を聞くことが私が最も安らぎを感じるひとときなんですよ公務によってはやむなく外でお食事をされる時もありますただ武行様は機会があれば府内へお戻りになられてお食事をされる方が好きなんです武行様が言うには トーマ様の料理の腕はおよその料理人よりも秀でているとのことです <laughs> 武行様はいつも家を思ってくださっているのですよご存じないかもしれませんがお二方はあなたのこともお話しされますまるでとても長い付き合いで何でも話せるご友人についてのことのように語られるんですよ お嬢様もたまにご一緒されることがあります近頃何度かあった一家団らんのひとときにはいつも趣のある人や見聞についての話がありましたその中にはやはりどれもあなたがいたのです先代奉行様と奥様が亡くなられてから上里家もこれだけの年月を歩んできたのですねばあやの私は 武行様とお嬢様の成長を見守ってきました彼らの身分であなたのような趣のあって頼りになるご友人ができるなんて本当に良いことですもしお時間がありましたらいつでも武行府へ遊びに来てくださいぶしつけですがバーヤからのお願いだとでも思ってくださいな それは良かったです <laughs> ありがとうございます <laughs> おいらここに来るのが好きだぜそれにおばあさんも言ってたけどしゃぶぎょの料理ってすごいんだってなうーん、おいらも食べたくなってきたぜ今度はご飯を食べてじゃなくて遊びに来ようぜご飯の時間のときにな もちろんいいですとも歓迎いたしますよじゃあオイラたちはこの辺で失礼するぜうんわかったぜじゃあなおばあさんえわ、え、かりましたまた今度お会いしましょう二人とももう行くのかうん用事が済んだからな心配しなくていいぞそうか 君たちの旅が順調であるよう祈るよ。さようなら。属性を見ミオラさん。 すためかそれとも人探しおや旅人にパイモングザビエどうしてここにいるんだこの近くで用事があってね。それに二人こそどうしてここへ聞きたいことがあるんだ。もちろん、俺はここ一体のロシンを研究したことがある。何が聞きたいんだ 遠慮せず聞いてくれ。当然さ俺はこの近くを数え切れないほど歩いてきたからな。それに他の場所でも、かつてタタラスナに住んでいた人の子孫にあったことがある。彼らの口から語られるのは、どれもすべて信仰。急にそう言われてもな。二言三言で説明しきれるもんじゃないんだぞ。知ってるだろ タタラスナは歴史深い場所なんだ俺の知る限りタタラスナは炭造精錬業の中心地区の一つとして数千年にも及ぶ歴史を持ってるんだただ露心には2回ほど問題が発生していてな 2>, 2回どの2回だここ数年の1回何百年か前にもう1回だそういえば 稲妻の人に聞いたんだがタタラスナでは以前にもフォンテーヌの職人が来たことがあるらしいなどうやらこの2国の技術交流も歴史が深いものなのかもな聞けばそのフォンテーヌの職人というのも当時のタタラスナの重要な客人だったようだなあタタラスナに来て聞きたかったことをグザビルに聞いてみたらどうだ お、二人は歴史を研究しているんだなそうなんだよこいつ今日はどうしたのか知らないけどずーっと歴史について聞きまわってるんだん急に歴史について興味を持ち始めたのかいいぞ話してみろ歌舞伎もの ふん聞いたことはないな。その言葉が稲妻では一般的に得意な行動を取るとか、ユニークな服装する人とかを指すのは知っている。俺もこの言葉にふさわしい人に会ってみたいとは思っていたが、残念ながら、そのような人に会ったことはないし、ただらすなに関係のある話で、そのような噂を聞いたこともない。 なにどうってことないさもう行くのかそれじゃあなブザビエああ気にするな役に立ててよかったよじゃあなどうやら知りたかったことは聞けたみたいだなおうでもお前今日は本当にどうしたんだ なんか悩んでるみたいだけど元気出せよな何があってもオイラがそばにいるぜ遠慮するなってオイラたちの中だろ <laughs> じいちゃんナヒーラに会いに行こうぜ おやあなたたちは赤羽に沢だお前たちまだここにいたのか、まあもし時間があったらぜひまた僕たちの話に参加してくれいいけど何を話せばいいんだもちろんこの前の話題さ 砂タタについてまだ聞きたいことがあるんだよなヒ <laughs> いッオイラたちも話とはいえ進展はいまいちでなんああもちろん 僕のもいるかいどうぞ どうだそうだこの前アカバたちはもっと情報があったら教えてくれって言ってたよな実はまさか重要な情報か話すと長くなるんだけど実はオイラおおこんな話が聞けるなんてななるほどすべての根源は復讐だったというわけか。 マの,の末裔が言うのならそれで間違いないだろう、はあ、結局お化けじゃなかったかこれらの情報は私の言説をさらに補強したと言える見たか当時の人にとって投稿がそれほど重要だったということだ彼らを傷つけることは権力者への復讐と同義とさえ言われていたからな分かった分かった 君の言う通りだ。だがそうだとしても、僕が小説を書いちゃダメってことにはならないだろう。また議論を始めちゃったぞ。本当に熱心だな。あっと、すまない。自分たちだけで盛り上がってしまったな。情報。いいってことよ。また何か情報があったら、ぜひ教えてくれ。

全然休めなかったぜあの日の夜にこいつと話をして気づいたらもう朝になっててしかもその後すぐこいつが稲妻に行く残ん聞いた感じでは何かのコードネームみたいね表情が暗いけれど何か言いたいことでもあるの <人>おいどうしたんだよ顔色が良くないぞ。 そうだったのつまりその残標という名の人形は世界中で自らを消し過去を変えようとしたのねでもどうしてそいつはそんなことができたんだ旅人の話によれば彼はもう少しでスメールの神になっていたそれは私の記憶と噛み合わないわ。 私の記憶では私たちが打ちまかした期待の中には誰もいなかったものでも辻褄は合うわもし誰かが世界中で自分の存在を徹底的に抹消したら世界もそれに伴って変わるでしょうつまり本当にそんな人が存在してたけどそいつが世界を変えちゃったせいでオイラたちも忘れたってことかええ。 理論上にしか存在しない挙動だしそんなことをする度胸のある者がいるかさえ不確かだけど旅人はテイワットの外の世界から来たから世界中に彼についての情報はなかったよって世界中に対する改ざんもおのずと彼には影響しないもしこの世においてこのような形で改ざんされた過去を記録できる人がいたとしたら それはあなたしかいないわ本当に不思議な感覚ねでもその残票ってやつは何でそんなことをしたんだよ私も今ある情報からしか推測することはできないわ彼が具体的にどんな人だったのか今はあなたしか覚えていないから。 何か言えないことでもあるのすでに死んだ人の歴史を変えることはできなかったそうねザンヒョウは自分が裏切られたわけではなかったと知って物語にあったかつてたタらスナで暮らしていた人を友とみなしたのかもしれないわそうして人間を憎む理由をなくした彼なら かつての友を救おうとするのもおかしくはないわねとても合理的でどの点においても辻褄が合っている残標は博士の手伝いにより神になりかけただからこそ彼は世界樹とつながる権能を得たわけだけどその権能のおかげで力が残り少ない状況であっても 世界樹の中の記録を書き換えることに成功し自らを消した確かに筋は通ってるけどその人たちのおかげでいい結果になったわけでもないしオイラこの感じなんか嫌だぞ全力で何かやったのに結局何も得られなかったなんて。 少し待ってちょうだい確認したい情報があるの <laughs> 見つけたおそらくこれねやっぱり私の方でも尋常じゃない状況が起こっているわ彼の話を裏付けるには十分ね何なんだ私自身が保存した全ての情報の中に 片隅に置かれた記録を見つけたのあなたたちも見てちょうだいどう？誰が書いたんだこの記録を作ったのは私自身よえナヒーダの書いた童話がその残表と関係してるのか旅人の話と合わせれば 私の残した物語は全てある特定の内容を指していることがわかるわ待てよもしかしてその記録って事前に残してたものなのかそうたとえ他の記録にある残標と歌舞伎物についての内容が変更されても私の手によって書き起こした物語に影響はないの世界中内の情報を変えることはテイワットを書き換えるのと同じ でも世界樹は事前にわざと隠された情報を変えることはできないのこの記録はきっと残ウが世界樹に入る前の私が残したバックアップねすごい方法だなさすがナヒータだぜ旅人を残ウと一緒に世界樹に入らせたのもその時の私が考えたもう一つの保険だったのでしょう彼なら すべてを覚えていられるから世界中に今ある情報とこの記録で暗に語られている物語は互いに結びつきを持っているわそれらにおけるすべての異なる場所をつなぎ合わせれば彼の言う残響が消した一生にたどり着くわ乃木常の皮をかぶった猛獣が 狐の群れれに紛れていた彼らは昼夜を共にし互いを友と呼び合い仲むつまじくしていたたまに猛獣は夜になると狐の皮を脱ぎ水中の自分に向かって嘆く自分はこれほど不自然な存在なのに彼らは愚かでそれを見抜けない実に残念だと しかし猛獣はすぐにその考えをやめたなぜなら狐の群れにいる衣類は彼だけではなかったのだもう一匹白い木から掘り出され人に見捨てられた子猫がいた子猫は狐になりたかっただけど子猫の尻尾は細くて短く色鮮やかな毛並みを生やすこともできない 他の狐はそれを見るとこう慰めただとしても君は僕たちの仲間だ猛獣はそんな慣れ合いを嫌い山の中で火をつけた動物たちはひどく怯えた大きな火を消すには犠牲を払う必要があるからだ一匹の灰色の狐が前に出て猛獣と話をした いわく君は頭がいいからきっと僕たちを救う方法を思いつくはずだ猛獣は微笑みながら灰色の狐を火のそばに連れ殺した灰色の狐の心は透明で美しい無垢な雫に作り上げられた猛獣はその雫を子猫に渡しこう伝えた みんなお前を犠牲にしようとしているこれをもってお前の狐の仲間たちのために死にに行くといい火は消された子猫はそこを離れ翼の折れた小鳥と共に暮らした彼らは互いに寄り添うことを約束したしかし小鳥の寿命はあまりにも短く すぐに息を引き取った子猫は小鳥を埋葬しその山を離れたそれから子猫は山におけるすべての葉っぱもすべての動物も愛すことはなかった彼はいくつもの夜をさまよい月に向かって牙を研いだ子猫は月を嫌い 全ての月光をかみ砕きたかった全てが暗黒に戻れば彼は快楽と安心を感じられる僕は新たな月となりみんなにとって唯一の存在となるそうすればこの世に鳥やきつね猫がいたことを知る者はいなくなるその違いを知る者さえ 全て思い出したわ私が全力で残したバックアップは残標自身の記憶だった神になるため彼は大量の実験と改造を受け入れた人形だったからこそあのような過酷な過程を耐えてこられたのねこの記憶は当時の学者たちが彼から抽出したものよ残標を警戒していたから これを残したのかもしれないわ神を想像するのは第一歩に過ぎず天つさえ神を操ろうとする者も,もいただからいつか使う時に備えて彼の記憶のバックアップを取ったのでしょう私はそれらを自らの深い夢の中に保存したそして書き起こした物語でさらに外部を包むことで 改ざんされるのを防いだの本当にそんな人がいたのか。そそいつは、おいらたちと何回も会ってて、いつもおいらたちと敵対してたのか。それなのに、おいらは完全にそいつを忘れてた。まるで煙が消えるみたいに、最初から存在してなかったみたいに。ザンヒョウは、 降臨者に関する情報を探すのを手伝ってくれると約束したわそれについての収穫はなかったけどあなたの役に立つことはできたみたい消失する前彼は最も重要な手がかりあなたの血縁者がかつてカーン・ルイヤに降臨したという情報を残してくれたわよねただ世界中にある情報の変化が ファデュイの上層部にどれだけの影響を与えるかはまだ不明ね彼らは組織内にかつてそのような執行官がいたことを覚えていないかもしれないわその話だとオイラはそいつのことが好きじゃなかったみたいだけどだからってそんな結末もオイラは好きじゃないぞそれこそが 知恵が全ての問題に答えられるわけではないことの証明よ。私たちは行使し認知し理解してもなお問題にとらわれる答えは1つだけではないのこの世の生命が求めているのは真実を追いかけ困難を解決すること。真実をその人に返すのは運命の選択権を渡すのと同じ傍から見れば。 無駄なことだったかもしれないけれどこうして自分が思う通りに消えることができたのは彼にとってきっとそれだけの意義があることだったのよ忘れないでたとえ暗黒の雲の下を歩んでいてもどれだけ道が困難でも知恵のともしが私たちを良き結果へと導いてくれるわそしてこれは あなたがずっとやってきたことでもあるおうナヒーダの言う通りだ元気出せよなこの暗い話を続ける前に今から何か食べに行ってもいいと思うぜいい考えねパイモン彼を気晴らしに外に連れて行ってあげてくれないかしらオイラに任せろほらほら複雑な気持ちなのはオイラも分かってるから 今はちょっと外を歩こうぜグランドバザールの屋台で食べ物を買って気分転換しようぜあんなことを覚えてるのがお前だけなんて確かにすごく悲しいよなでもオイラがずっとしっ いたぞ何が食べたい やるから考え事が終わったら食べ物を買いに行くぞ。 どうしたんだよ、急に飛び上がってすみません、先ほどの帳簿に少し問題があったようなので見てもらえませんか おいちょっと待てってん僕を呼びましたかお前のことじゃなくてあのガキのことだ見てなかったのかあいつ店にある最後の2つの新鮮な夕暮れの実をとってそのまま、うん、働かせてもらってる身分でまたぼーっとしてたのかやっぱどこの仕事が退屈か僕の不注意です。 すみませんあなたの言うとおりもしかしたら街で起きることがあまりにも興味深かったせいでつい気がそれてしまったのかもしれませんすごく気になってるみたいだけどええー、お前さん本当に変わってるな俺んとこに働きに来たくせに金はいらないと言ったのもそうだが何をやらせても。 いろんなものに好奇心が向いてるあがるらねえ別にこっちも利用しようなんて言わないし、払うべき賃金はきちんと払うがいつまでもそんな感じじゃ、こっちも生産に困るんだよ。い,いえ、お金はいりません。よそから来た僕を働かせてくださりありがとうございます。そんな言い方をされてもな、ほら、夕暮れの身だってなくなっちまっただろう。 夕方には町にいるご夫人に詰め合わせを届けなくちゃならないのに。掛けたしは僕が探してきます。ここでしばらく待っていてください。待てこの際だからはっきりよ。金を欲しがらない労働者にあったのはこれが初めてだし、確かにちょっと得しようという気はなくもなかった。だが見てると。 お前さんは本当に何も欲しがらないじゃないか。金もいらない、休みもいらない。時間ができたらあたりをほっつき歩き、見て回る。お前さん、放浪でもしてるのかいかにも、その通りです。僕のことは後にしましょう。今は品物の方が先です。夕暮れの身でしたね。任せてください。おい、どうするんだおい こっそり近づこうぜ風よ う <music> んこれでいいでしょあれが残料だってのはわかったけどオイラたちどうするんだあいつから夕暮れの実を奪うとかうんわかったよ数に問題はありませんね。 うーん。洗った方がいいでしょうか。<ス><ス>そこの二人。僕の後をついてきて。何か用事でもあるんですか。おい、気づかれたぞ。街からここまでずっといたでしょ気づかない方が難しい。 もしかしてどこかで会ったことありますかいやその目僕のことを知っているんですねしかし僕にはさっぱり覚えがありませんが本当に知ってたんだなすみませんがそのような話を信じることはできません人形 そんな風には見えないけど <laughs> えっその表情お前本当に人形だったのかどうやら僕を知っているのは確かなようですね僕がほとんど他人には言わないことまで知っているようだ僕はただの放浪者にすぎませんただその様子からして 僕に会いに来たのには何か重要なわけがあるのでしょいいですよただまずはこの品物を届けに戻ってもいいでしょうか本当にあの店長の使いっ走りになってるのか金はいらないって言ってたけど本当かはい辺りをさまよっていた時野外であの方に出会って。 荷車で雨宿りをしてもいいと言われましたその例として彼を手伝っているのです意外といいやつだったんだな品を届け終えたらあなたと一緒に行きますそれでじゃあまずは町に戻ろうぜハピ すみませんここに置いておきます。本当に取りに行ったのかあこの2人はこの2人が僕に用があるそうで少し離れる必要があります。すみませんがしばらくは店番を休みます。<laughs> ちょうど賃金を払おうと思ってたところだ。どこへだって行きたい場所に行くといい。 俺んとこにずっといる必要はないんだ。え知ってるさ。お前さんが俺の手伝いをしてるのは、雨宿りをさせたことへの礼だってのはな。金も受け取ろうとしないのは、そのせいだろそういえば、あの日はあんなに雨が激しかったのに、お前さんは、このことゆっくり気ままに歩いてたな。 雨に濡れるのも気にせず、急いで行くような場所があるようにも見えなかった。<laughs> おかしいだろう、目的地もないのに。なぜ雨の中を歩く必要がある急いでるわけでもないのに。なぜ雨に濡れながら外にいるんだああ。<laughs> だが、俺がお前さんを引き取ったのは、ただのついでだ。大した骨折りでもないし、本に切られる筋合いもない。 自分の時間と生活を大切にするといいしかし僕にはそんなもの <laughs> い,いえあなたの言う通りですねここでお別れしましょう町へ連れてきてくれてありがとうございました気にするなこれでもたくさん人を見てきたが <laughs> なんてことないお前さんが自分の歩む道を見つけられることを祈ってるよ。感謝しますさて、待っていてくれて。ありがとうございました行きましょう。 どうしたのあらあなたはこんにちは急にうかがってすみませんオイラたち街でこいつに会ったんだけど何も覚えてないみたいで、うん、とにかくいろんなことが起こったんだつまり。 あなたはテイワット各地を放浪しながら修行をしていると私の知る限りそういったものは修験者と呼ばれているはずだけれどどうして自分を放浪者だと呼んでいるのかしらはいこちらの方が僕のようなものに合っているかと思いましたのでまるで寝なしぐさのような名前でしかしこの2人は 僕を知っているようなのですしかも他のものは知らない僕の過去まで過去というより、うん、説明するのがとても難しいわこのような言葉を使うのはあまり好きではないのだけどあなたの状況だともしかしたら前哨と呼んだ方がいいのかもしれないわ前世 みたいな感じかええ、昔というにはずっと距離が遠くあなた自身には全く知りえない状況のことね聞きたいのですがその全勝における僕はどんな人だったのですかえーっと <laughs> そうですか何か言いたげなのにそれを言うのが忍びないどうやら 前哨の僕はとても褒められたようなものではなかったようですね言いにくいのはそのことが今の僕に大きなショックを与えてしまうからなのでしょうけれど僕は受け入れられます真実を教えてくださいそんなに真実が気になるのはいじゃあはっきり言うわね全勝でのあなたは 悪とされることを数多くしていたわあなたは他者によって死にかけ他者もあなたのせいで死んだ人ならざる者として生まれ神を憎み人間を嫌ったあなたは終始さまよいたとえ居場所や身分を手に入れても立ち止まる理由を見つけられなかったなぜならその時のあなたは 自分に心が欠けていると思い込んで疑わなかったから執 <laughs> 着という根は時として茎を伝って苦き果実を実らせる合衆から逃れられない以上すべてを使い果たして歴史を少し揺さぶっただけですか 結果だけ見れば確かにそうだと言えるわね <laughs> 今聞いた一切を単に正しいか間違いかで判断することは僕にはできません人の行ういかなる選択も時と場所によって決まる因がかをもたらし財が重なり強となる真理とはもとよりそういうものよ正しさもあれば それ相応の間違いももあるでも万象と万物は生まれながらにして複雑でありこういった対立的な概念だけではっきりとするようなものじゃないわ全哨の僕は皆から好かれていなかったようですねえっと別に傷つけようとしてるわけじゃないんだただオイラたちにとっては。 確かにそうだったってだけでしかし今僕のために真実を取り戻してくれたのはなあもうこいつってただ敵と全く同じ見た目ってだけの知らない人だろ全くの無実じゃないとは思うけどかといって問い詰めることもできないすごく変な感覚だぞクラクサマリデビスマ 知恵の神であるあなたが言うのならそれは全て真実なのでしょええ、全て真実よ。あなたさえよければ真実の記憶を見せてもいいわ。はい、この目で直々に見届け、おのが罪悪を直接経験したいと思います。たとえ今のあなたの精神がそれにより鞭打たれることになっても僕は人形。 心も名も名ないただの人形です逃れられない因果を除いて僕を動かし満たすものは何もありませんならあなたの願いはかなえてあげるわちょっと待ったおおいらたちもついていくべきじゃないかグランドバザールからこいつを連れてきたのはおいらたちだし心配はいりません たとえ危険にあってもそれはもとより僕が受けるべきものです旅人私の代わりにこの家庭を見届けてきてくれるかしらそうだなお前は今えー、っと状況が特殊だからうんわかりましたありがとうじゃ準備をお願いね <music> 稲妻みたいだなあ,あなたたちのいる空間は私が記憶の内容を抽出して再現した無境よ記憶を見れば真実を知ることができるけど記憶にある敵の映像を怒らせてしまうこともあるからまるで本当にその場にいるような感覚だ僕にそこまでしてくれる必要はありません僕は守るに値する対象ではないんですから でもオイラたち途中でやめるようなことはしないんだ前はお前が原因でやるべきことが途中で止まっちゃったからなそうですかありがとうございます放浪者ここは雷神が残標を安置した場所借景の館よあなたの全焼はここに大量の記憶を残しているわそれって ある意味ここがこいつの出身地ってことかそうとも言えるわね理由はすぐにわかるわ足音がするようです崩れた岩の後ろにこんな大きな空間があったなんてなまさか消化骨髄を採掘していた体が残したのかいや違うな内部の作りは完璧で保存状態もいい 普通の人間にできることではないどうしてこんなところに人が倒れてるんだ <laughs> 君はしゃべれるのかどうしたんだ怪我をしてここから出られないのかいや怪我はないなそれにこの身分の高そうな服一体何者なんだ この男はカツラギといってトラチオの養子であるナガ長政の助手だったの彼は借景の館に残されていた残標を見つけタタラスナに運んだんだわそれによってその後の全てが起こったんだよな改ざんされていない記録の中ではカツラギは長政に殺されたわ外に連れてってやる仲間が近くにいるんだ もう少しだけ耐えてくたたらすな事件において責任者であった庭は職人に偽装した博士に殺害され当時歌舞伎者と称されていた残票は行方不明となったそして三越長政は2番目の責任者として責任を負う必要があったの桂木はかつて長政に助けられたことで長政に忠実を誓っていた そんなカツラギの揺るがない決意により長政に自分を殺させたたらすな事件の幕を閉じさせたの<あ>カツラギって人いい人だったんだな見た目は無人のようですが慈愛に満ちた顔立ちですどうして彼は幸福な最後を迎えられなかったのでしょう 長政様この子供を崩れた洞窟で見つけました自分の名前も覚えていないようです名前がないと困るだろうに先ほど外の作業員がお前を指して歌舞伎者なんて呼んでたんだ構わないそれでいい 葛城、こっちに仲間が増えたことを、庭様に報告してきてくれ。俺、戻ってきたぞ。ああ、ここが君の生まれた場所なの。綺麗だね。人はいないけど。<laughs> 君と同じで。 僕も捨てられたんだ当時僕はここに住んでたいい場所でもないからここに引っ越してくることはないようん聞いたんだけど僕のお父さんとお母さんは2人とも刀を打ってたんだってさでも工場の管理人さんが亡くなってお父さんも病で倒れて。 お父さんも僕と同じようにいつも咳をしてたらしいそれからお母さんも同じように咳が止まらなくなってでも君はそうなってはならない僕との約束を守ってようん僕たちはもう家族だからずっと一緒だよこの子には名前がないというより ザンヒョも彼の名前を知らなかった彼の父親は彼に名前を付ける前に亡くなったの母親が亡くなってからこの子はかやぶきの小屋に一人残され隣人に育てられたそしてたたらスナを離れた残標は偶然にも自分と同じく名前のない彼に出会い彼と約束を交わして一緒に暮らした 子供って最後は幼くして病で亡くなったわある日残響が家に帰ると彼が息を引き取っていることに気づいたのおい一体どうしたんだ返事をしろ家族のように一緒に暮らすと約束したのに。 結局…君も庭たちのように僕を裏切るんだねはははが途絶えたどうやら記憶はここまでのようですね引き続き進もうぜ。 どうして僕の行く先を阻ん,んでいるわけではまった貴様の正体は一種の武器だ鋼鉄の意志のために刺激されることもそのまま放浪を続けることもできる僕も仲間に引き込めば をし石をかくして祝宴に参加しようと。 とても暗い場所ですおここなら知ってるぞ稲妻の茶眼工場だな改ざんされていない記録の中では旅人はかつてこの地で残標にあったわ嫌な感じだ見覚えがあるぜ <laughs> おいあっちを見ろつまり親愛なる淑女様は あのアホどもとこの工場を僕に託してくださるということか <laughs> もうあんたの手下なのよさげすんで何かいいことがあるのかしら認めたくないようだけどあんたも計画の一環なんだからそれともアビスで戦う方が有意義だったかしらまあもちろん博士の実験体になるよりつまらないのは認めるわ。 <laughs> 本当によく舌が回るようだねもっともその口で得をしたことはほとんどないみたいだけどこれからの任務に向けて少し気持ちの持ちようを変えることをお勧めするよ言われなくてもこれから何があるかくらい知ってるわよそうかなあえてもう一言だけ言っておこう自分が無敵だなんて 思わないことだねましてや感情に任せて物事を処理するなんてもってのほかだあら私を心配してくれているのかしらまさか君が僕の足手まといにならないことを願ってるだけさ君の他人に迷惑をかける能力は講師といい勝負だからね私はただ この混乱した国に火をつけてあげてるだけよ。あんただって捨てられたものとしてもっとひどいことをしたいと思ってるんじゃない覚えてるかしら稲妻にいたあの時きとを何人も殺したんでしょライデン電の末裔もさぞかし苦しんだんでしょうね。あらあらその表情 過去を追想するのはやめたほうがいいわよそろそろそのかわいそうな舌をしまって毒を吐くのをやめてちょうだいそれじゃまたね祝賀会でお会いしましょうかわいそうな舌だって <laughs> 体中に火のついた女の分際でよくも僕にそんなことが言えるな。 まあいい誰かがここを見つけるのも時間の問題だその時が来たらどんな表情で出迎えてあげようか <laughs> 陰謀はことここに至ってもまだ断ち切られていないわ引き続き次の話を体験するけど放浪者 まだ耐えられるかしらはい心配はいりませんどうして黙って私を見てるのかしらもっと人に好かれるように振る舞おうとか思わないわけ僕の義務は君に好かれることじゃないそれに君の目には最初か利益と結果以外のものなんてないんだろう魔女さん <laughs> 迷子のお人形が第6位に上がれたのだ他より少し頑丈だったってだけじゃんそんなのが長所ですって君と接しているとまるで烈園と交流している気分になるねだけどお互い殺し合うならまずはやるべき責務を果たした方がいい ルスメールに着たた正論派の賢者ナフィスが。 本計画への加入を断ったことにより、私が彼に代わってこの実験に参加することになりました。歓迎しよう。良い協力関係を築けることを願っているぞ。<laughs> いつから始めるんだもう待ち遠しくて仕方がないようだな。先に言っておくが、神になるというのは決して容易なことではない。 生体改造には時間がかかる。私も早めに開始することをお勧めしよう。それに、連結に成功した後、彼の体は期待と完全に紐付けされ、単独行動ができなくなる。そんなことはこれまでにも十分経験してきた。そうだろ博士。お前は私がこれまで見てきた中で。 最もタフな実験対象だお前のおかげで私はより多くの情報を手に入れられる。だがあの日々があってからというもの、お前は命令通りいつ何時もアビスの中にこもるようになってしまった。会う機会が激減したことで知識の順度を上げるのも難しくなってしまった。 その真面目ぶった口の聞き方狂った実験にしか興味ないってバレないようにしてるつもりかい私と話をするときはもっと言葉遣いに気をつけた方がいいスカラマシュ確かにお前は役に立つがだからといってお前が不滅だということにはならないまた博士だ嫌な感じの場面だぜあの者からは とても深い邪悪の気配がしますあいつを見たら嫌な感じがするのは当然のことだぞおいらもな <laughs> 引き続き進みましょう 神様あなたは僕が悪であると思いますかあれらがあなたであると認めるなら悪であるということになるでしょうね。あなたが思うに人と人形に違いはあるのでしょうかあなたにとっての善称や多将の自分はあなたと何か違いはあるもしもないとしたら人と人形だって。 何も違いはないと思わないかしら人の世の霊団に耐え喜怒哀楽を味わう者は人であるそして精老病死を憎み愛し泣き怒る者も,も同じく人よ <laughs> 僕は十分に多くの過去を見ましたもし可能ならば僕が背負うはずだったあれらの罪を どんな結果になろうと僕に課せられた非難と制裁から逃れるつもりはありませんこれは当然の報い受けるべきものですその記憶を僕に渡してくれませんかえでもそれじゃあお前は今の身分を失うってことだろう？僕は常々人という生命個体は。 ある法則に従ってなると思っていますそれは過去の経験の集積です僕は人形として世に生まれましたが同じ法則を背負っています記憶を取り戻すことはあなたを完全に全焼の位置に戻すことを意味するわあなたによって捨てられた感情も全てあなたの体内へと戻る本当にいいのねもとより この胸にあいた穴と共に生きてきました人形を想像したものは僕を必要としなかった目覚めた後僕は放浪を始めましたそれからあなたたちに出会って気づいたのですこの失われた罪こそあるいは僕が僕になれるきっかけかもしれないと。 僕は生まれながらにして他者より願いを抱きやすく修験者となっても徹底的に悟ることはできませんでしたどうやらそれこそ僕が自らに招いた呪いなのでしょうだからお願いです宿命を変える意味を僕に与え僕の放浪を終わらせてください分かったわすでに決心したのなら これらをあなたへ返すわそれがあなたの選択なら受け取りなさいこやつを自由にしてやろう人形どうしてここに お主も人間だと思うでござるよおそろいでしたかいい刀だ本当に嬉しく思うよ<アッ>これは僕の<アッ><あ>大丈夫なんだよ<あ> 残されないだからこそここで終わるわけにはいかないんだ

僕の視界から消えうせろ消えたオイラたちの勝ちか聞くまでもないだろう。僕がそいつに負けるはずがない <laughs> 言葉遣いが戻ってきたな自分を取り戻したみたいだでもあの中にいたのもお前だ 自に慢できることかよ悪いね僕は他人にも自分にも白状なのさ <laughs> その言い方まるで僕を心配してるみたいじゃないかその必要はないたとえ僕が何かを変えることができなかったとしても君のおかげで多くの真実を知ることができた 記憶の読み取りはとても順調にいったわねこの無教も使命を果たせたわ行こう話は外に出てからだ 帰りなさい旅人タイモンそしてザンヒョなんだかすっごく長い旅をしたみたいだ疲れたぜ <laughs> もしかしてこの名前は不満かしら別にただそろそろ名前を変えなくてはと思ってね 博士があれだけのことをしたと知った今引き続き彼と関係のある称号を使うわけがないだろう僕がファデュイの方に戻ることはないしそのつもりもないきっと多くの人がこの件に影響されたからそもそも第6位が誰だったか覚えてるとも限らないしねつまりファデュイを離れるってことか 君の言う通りだ、暗くさなりでビすべてが無駄に見えたとしても意味がないとは限らない少なくとも多くの人に僕のことを忘れさせることができただからといってあなたの身から過去が消えるわけではないわそれはもちろんさそれからあなたが全力を尽くして追い求めていたことその最も革新的な目的は まだ達成されていないその点についても分かってほしいわ世界を変え過去を変え他人の運命を変えるのはそんなに容易なことではないのあなたが渇望した答えは究極の破滅その本質は虚妄よたとえこの世から残票がいなくなっても世界があなたの意思に従って動くことはないわ <laughs> そうだね <laughs> 本当に笑えるよそこまでやってこんな結果になったこと後悔してないのかたとえ僕に何の価値がなくてもこの世において後悔に値することなんて最初からないのさクラクサなりでび世界中にあった情報は君がわざとあそこに残したんだね できる限りあなたが自然に情報を得られるようだいぶ工夫したんだからどうしてそこまでするんだ僕を抱き込むつもりかこれは正直に言うべきね過去の経歴によってあなたは私にとってもスメールにとっても有用な個体となったのあなたを仲間にすることは確かに私の計画の一部だった でもその前に私は過去の真実をあなたに教えたかったのもし利用するだけなら私は博士と何も変わらなくなってしまうから本当に冴えているようだこれは私が持つべき美徳なのかもしれないわね他者にとって有用であることそれが価値というものだ だからこそ罪人であっても僕は再び利用される理由を手に入れられたというわけだああそうか危うく忘れるところだったよ君たちは正義の側で僕とは違っていたんだっけ悪いけど僕は物事を見る角度が少し違うのさまあ僕も全部が全部打算だとは思ってないよ君のその知恵が 優れた助っ人を持つことを定めたんだからねそう思ってくれてよかったわ旅人これから私は世界中に深く隠された秘密をより一層研究し発掘しようと思うのもちろん世界中に記録されたあなたの血縁者の旅の始まりもねその前後に何があるのか私も知りたいものえ 旅人僕が世界中の情報の激流に飛び込んだ後どうして稲妻に行っただから彼らに変わった後の運命を訪ねたのか何はともあれ助けてもらったわけだしこの恩は全力を尽くして返そう答えと答えの間には仮と。 それを返すだけの関係しかないんだ僕たちはいずれ必ず貸し借りのない関係になる気にする必要はないそうではないわ人と人との関係は決して簡単に白紙に戻せるようなものではないのあなたもきっと感じたことがあるでしょあなたの人生に現れた人は水滴が蒸発するように消えはしない この世には本当に貸し借りのない関係なんてないのよ取り返しのつかないことや変えられないことがあるからこそ人の世には感情が芽吹くのあなたの感じるものは全て真実であってあなたの犯した過ちが補われることはない亀裂を背負ったまま生きていくのが人間というものよ人間になるかどうかは あなたが選んでちょうだいふん。<laughs> 心臓のない人間なんていないだろそれに、僕はとっくに人間になろうなんて考えるのはやめてるんだ。あなたは心臓がなくても、苦痛を理解することができる。あなたはただ、感情を封じ込めているだけよ。過去は揺るぎないけれど、あなたは引き続き歩むことができる。 未来という線が十分に長いのであれば、過去は相対的にごく短い区間に過ぎないわ。どうやら僕をどうするべきかもう考えてあるようだね。いろんなことが混ざって難しい話になってるけど、一番重要なのは、ナヒーダについていった方がいいってことだな。じゃないと。 オイラたちもなんでここまでしたのかわからなくなっちゃうぞだったら君たちと共にいるとしよう暗闇からの助力としてね 私たちの提案を受け入れてくれて嬉しいわ。お祝いとして自分に新しい名前でもつけてみるのはどう早く早くおいらもお前にひっとやだのをつけてやるなんだってだっておいらまだお前のことあんまり好きじゃないし。<laughs> なら今後はあまり会わない方がいいかもね。 名前は人生で最初の贈り物はっきりとは言わなかったけどあなたがそう考えていることは知っているわ <laughs> 今回は彼とパイモンがいろいろと手助けしてくれたしどんな名前にするか決められないのなら彼らの意見を聞いてみるといいわダメだオイラあだ名しかつけられない まともな名前は無理だぞお前に任せるぜ思いついたかい 決まったかい君の言う通りにしようこれであなたも名前を持つ人間になったわねあだ名はもう思いついたかいえっとえー、っとまだ考えてるんだゆっくり考えるといいよ 思いつくまでは僕たちはしばらく会わなくて済む僕を不幸に陥れた者たちにはいつか代価を払ってもらうさファデュイのことか少なくともハカセワね。立場が変わったわねあなたのこれからの道もそれに合わせて変わっていくと思うわでもそれは今すぐというわけじゃない 今はまだ時間をかけて自分自身を整理する必要があると思うわフん <laughs> もう一つ今の稲妻にはまだライデン5家電の末裔が少しいたね彼らの中には僕とライデン5家電の関係を知っているいや知るべきだった人がいるはずだ僕はしばらくスメールを離れるつもりはない もしも君がいなつまで彼らを見かけたら教えてやるといい僕こそがライデンご家電を失墜させた元凶だとねたとえこのことが世界から抹消されたとしても彼らには真実を知る権利があるなるほどそれがあなたの選択なのねえでもそうなったら。 なんてことはないさ彼らが望むなら刀で僕の胸を突き刺しても構わないというより本来なんだいその目はそんな顔をしないでくれ僕は自分が何をしているか知ってるよその日はいつか来る話は終わりだよまたね 賢明なる神そして君たちも言っちゃったな最近の出来事は彼にとっていきなり一生を過ごしたような気分だったでしょうねそんなこと誰でも気持ちの整理には時間がかかるわおおそうだなあいつは相変わらずあいつだけど態度はちょっと丸くなった感じがするぜ。 これでやっとご飯を食べに行けるよなおいら腹ペコだぞお疲れ様落ち着ける場所を探して存分に休みましょう 思いついたみこ長政を小説の最後に持ってこようつまり物語の他の登場人物はもういないということかそうだみこ長政は最後まで寿命を全うしたらしいから最後を飾る叙述者にぴったりだと思ったんだ <laughs> 異様な雰囲気は消え去っただがこれから先何十年と この剣はまるで暗雲のように、三越長政の心にまとわりつくのだった。年老いた彼はある日、夢を見た。大たら長政という宝刀が作られたその日の夜。皆は喜びに踊り、絵を描き、舞い、酒を飲んだ。すべての喜びは炉の中の火に溶け、暮れないの雲と歌詞。 神輿長政が人生において最後に見た日の出を包んでいった人生という道は長いそのことを何か言おうとした時にはすでにどう表現すればいいかわからなくなっていた <laughs> くと急にお腹が空いて疲れが出てくるなぁおやったぜあれこの瓶…誰かが掃除の時に割っちゃったのかでも掃除が来るなんて聞いてないけどな どうやら戸惑っているようね気持ちはよくわかるわこれを知れば誰だって頭を抱えるはずだものえ誰かがオイラたちの耳元で話してるでも残念ながらテイワットの運命はそうたやすく揺らぐものじゃないわ。 神ならばまだ少し可能性があるけどそうでないなら難しいわね小さな動物が木にぶつかれば木は揺れるでも傾きと位置が変わることは別のものなの運命もそれと同じねまさに瓶が床に落ちるように猫が割ったものでも鳥が割ったものでも 割れたという結果に変わりはないそうでしょおお前誰なんだよどうしてそんなこと知ってるんだ歴史は簡単には変わらないけれど人々の心は変わる自分の目を信じて目に見えるものこそが真実であり見えないものはすべて虚言よ さっきの人一体誰だったんだ急に出てきて怖いこと言ってなんなんだよ瓶も床で砕けたままだし誰か呼んで掃除してもらうかなんか。 このまま放っておくのは気持ち悪いんだおいらちょっくらい行ってくるぜ be